こんにちは、ナナです。今回は夏に向けてモザイクチップを使ったデザインやってみました。夏にお客様から注文が入っているので、今の流行りも入れて5本バラバラで見てみました。ではカラーを作っていきます。まずはメルティのクリアジェルをパレットに置きます。ココイストのパープルを入れていきます。パープルを主にしたいので結構薄めなので、まず4滴ぐらい。本当はパープルを強くしたいのでもっと入れたいとこなんですが、もともとこのパープルが薄めなので、あんまり入れるとシャバシャバになりすぎてしまうので、ここにビューティーネイラーのブランディーレッドを少し入れます。これは濃いめなのでまず1滴。もう少しパープル、もうちょっと濃いめに作ってくれればいいのにね。このブランディーレッドで深みをつけるという感じです。はい、こんな感じです。では早速長さを出していくんですが、今回はじゃーん、昔流行ったモザイクチップです。モザイクチップってこの大きいので見るとこんな感じで表面がボコボコしてるのが特徴ですよね。これをお客様から今度夏にやりたいというふうに注文を受けたので、久しぶりなのでやっていきたいと思います。まずはサイズ合わせです。真上から合わせて、サイドまだ地爪がはみ出ているのでこれは小さいです。こんな感じでしっかりサイドが合っていれば大丈夫です。はい、じゃあこのサイズで OK です。地爪はベースを塗って下準備してあるのでボンドでくっつけていきます。ちょうどこのジグザグが始まるところでこの線がくぼみがついているので、ここまでボンド塗ります。ちょっとたっぷりめに塗るといいです。塗ったらもうそのまますぐ当ててきます。真上からしっかりまっすぐぐっと押さえて、このまま20秒ぐらいです。20秒ぐらい経ったら親指で左側の角をぐっと押さえます。で、今力を入れているこの右手を少しずつ力を緩く抜いて、今度反対の角を押さえます。ぐっと。通常のハーフチップで長さを出していくときはこの境目のところを削ってなだらかにしていくんですが、モザイクチップの場合はそれをやろうと思うとここの山が邪魔して削れないので、このままやっていくのでしっかりとくっつけておいてください。ぐっと挟むような感じです。この状態でボンドがしっかり乾くまで待ちます。はい、こんな感じです。モザイクチップはちょっとカーブが緩やかなので、本当はスカルプとかはねグッとできるんですけれども、できない分広がって見えるんですが、後で形整えていくのでこのまま進めていきます。そしてさっき言っていたここの部分に空気が入っているとジェルをかぶせた時にラインが出てしまうので、空気がないのを確認してください。では次にここのプレート部分をハードジェルで埋めていきます。私のプレートの大きさでこれくらいのジェルをもうたっぷり取っていきます。で、プレート部分に塗ります。この境目のところに空気が入らないようにゆっくり動かしてあげるといいです。で、私はなんですがこの後筆を反対向きにして、このちょうどギリギリのイエローラインのところはこんな風に塗ってきます。ちょっとボコボコしてるのでなだらかにします。ハードジェルは固めなので結構ボコボコしやすいので、ゆっくり筆を動かしてあげるとやりやすいです。はい、硬化します。では次にここのモザイクのところにカラーを入れていきます。さっき作ったこのインクカラーです。で、モザイクチップって山が 1,2,3 という風に3つ、このちょっと長すぎて使いにくいと思うので、私はこの山が2つになるようにだいたいこの辺りまでカラー入れていきます。ではまずこのへこみのところに入れてきます。で、デコボコなのでポンポンポンと入れていくと空気入りやすいので、ゆっくり入れてあげるといいです。で、さっきここのプレートの部分ハードジェル入れていたので、そこの境目までハードジェルとこう合うような感じ で、この埋める量は山の高さよりは上にならないように、山が少しプツプツってよく見ると出てるんですけれども、プツプツとなるぐらいで留めておいてください。一度硬化します。はい、こんな感じです。同じ一つのカラーなんですが、深いところにカラーがその分入っているので、この濃淡がかっこいいですよね。で、これでもまだ表面ですね、こんな感じでボコボコしているので、あとはハードジェルでなだらかにします。この山の一番高いところ、これに合わせて厚みをギリギリでつけます。まだトップジェルを塗っていく分、逆にちょっと出てるぐらいでもいいです。光のラインを出すようにタラーってやってあげた方が綺麗に持ってきます。
い、硬化します。はい、こんな感じです。まだハードジェルは固めなので綺麗なラインではないんですけれども、またトップジェルでラインは作っていきます。じゃあこれで一度未硬化ジェル拭き取ります。で、私この2つの山にしていくって言ったので、ここでカットしたいんですけれども、ここのラインでカットしてしまうと、今つけたジェルとチップの境目がパンっていって割れて空気が入りやすくなってしまうので、ちょっと手前でカットしていきます。で、このニッパーを入れるのも少しずつ入れていくとパンとならずにやっていきます。ではファイルで削っていきます。まずは先端です。まだ短くしていくんですが、順番です。ある程度こう整えたら、今度サイドいきます。結構こんな風に下向きにつけているので、ここのラインをですね、整えていきます。まずすくい上げるようにラインを合わせます。徐々にまっすぐなってきたら、サイドのラインまっすぐこんな風に合わせます。反対側も同じようにやります。こっちもしっかりまっすぐ当てます。まっすぐ当てたら、まっすぐのスクエアではなくて、ちょっと爪先シュッとさせていきたいので、少し斜めにしていきます。あとは形微調整していきます。あとは曲面に合わせて、はい、こんな感じです。一度このダスト拭きます。で、結構モザイクって後ろに粉が入るので、しっかり拭き取ってあげてください。かわいい。これだけでモザイク、ステンドグラスみたいですね。めっちゃかわいくない？ほら、てかパープルっていうかピンクだね。では次にトップジェルでコーティングしていきます。もうハードジェルでしっかりと厚みをつけているので、まずは全体的にコーティングを薄くしてから、あの光のラインを出す感じです。センターに光のラインです。はい、硬化します。はい、こんな感じです。では未硬化ジェル拭き取って、もう一度形軽くですね、やっぱり目には見えない波々があるので、サッと通してあげます。プレート部分と厚みを合わせていくところ、ハードジェルを使っていったんですが、通常のこのパーマシャイントップジェルでも大丈夫なんですが、薄めでの強くしていこうと思ったらハードジェルを使っていただいた方がいいです。というのと、あとハードジェルはクリア感もすごいのでおすすめです。丁寧にゆっくりとやってもらえば、厚みもそんなに、こんな感じですね。中指はブラウンを使っていったんですが、色が違ってもすごく可愛いですよね。デコボコのところにインクカラーを入れることによって、ステンドグラスのようなこういう奥行きが出てくるんですけれども、この小指は私クリアでやっていたんですが、このクリアに平らにしてから色をつけるという方法もあります。ただそういう風にやってもらうと、これちょっとチップにやったんですが、平らにしてから上にインクカラーをやると、やっぱ全然深みが違いますよね。この深いところに濃いカラーが入るということがないので、まあ、全体的にただクリア感というだけです。どっちがいいかと見比べると、まあ好き好きなんですが、私はやっぱりこの奥行きが出る中に入れていく感じがいいかなと思います。では次に少しアクセサリー入れていきます。何にしようか悩んだんですが、いや人気のチェーン使っていきます。このチェーンと、あーやっぱ可愛い、間違いない。これフレンチラインにこれカーブするので入れても可愛いですし、でも今やっぱまっすぐラインの方が可愛いので、まっすぐにこれと、あとはここの中指にも入れたユニコーン、これを入れていきたいと思います。なのでまずはユニコーン粘土ジェルで作っていきます。で、しっかりカラーが出るようにホワイトのタイプ使っていきます。中指は太めにしていったので、今度は細いユニコーンにしていきます。置いていきます。カットします。カットしたところでちょっとブチューとなりやすいので、これはちょっとこういうスパチュラとかで整えてあげてください。はい、硬化します。硬化が終わったらノンワイプを塗っていきます。パレットに移して筆で塗ると塗りやすいです。じゃあ今作った粘土の上をノンワイプ塗っていきます。はい、硬化します。硬化が終わったら丁寧にこすりつけます。かわいい。この太いのもかわいいけど、細いのはまた細いのでかわいい。この下のプレートのところにくっつかないように丁寧にこすりつけます。太い方がユニコーン感がわかるけど、やっぱ細いのは細いのでありですよね。かわいい。じゃあこれとこっちのチェーン合わせていきます。細いのにするか
親指にも使った太いのにするか。めっちゃ可愛い。どうしよう、太いのの気がする。ついついでかいのが良くなってまうけど。じゃん、ビジュージェルです。このリングとほんの少し離す感じでつけます。これここのリングとくっつけてもいいし、ちょっとこうやって離してもいいし、悩むな。中指くっつけたから薬指を離そうかな。うん、そうしよう。硬化します。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛い。ねえ、すっごく可愛くないですか。ねえ、ほらほら。じゃあこれ最後にノンワイプのトップジェルでコーティングします。今回はリングを入れているので、まずプレート部分をさっと塗ります。このリングのところにポンとぶつける感じ。そうすると当然ここにたまるんですけど、ちょっとまだここはこのままで、さっと爪先をかぶせちゃいます。で、あとはここの間、まず行き渡らせる感じです。で、最後にここのところを筆の角当てるような感じで拭い取ります。はい、硬化します。はい、こんな感じで完成です。かわいい。久しぶりにモザイクネイルをやったんですが、やっぱインクカラーを使うとかわいい。奥行きがたまらん。なんか昔はインクカラーがなかったので、もうこんな風にクリアにしてから上に重ねていたので、さっき見せたこんな感じに仕上がっていたんですが、やっぱインクカラーを使うと先にこんな風に入れ込めるから奥行きがバッチリですよね。すごい可愛い。ね、めっちゃ可愛い。これどの色でも可愛い気がする。で、今人気のこういったリングとかチェーンを入れると今風モザイクネイルの出来上がり。そして今回は他の指にもこんな感じでやってみました。いろいろ試したかったので5本バラバラでやってみたんですが、まず今人気のオーロラミラー、ここのオーロラミラーはボコボコの時点でノーマイプをさっと薄く塗ってからミラーをこすりつけて、であとはクリアで埋めるというやり方です。で、このオーロラミラーもここの小指のようにクリアにしてからミラーをやると、またこういったミラーの奥行きというのがなくなってくると思うので、ボコボコの時点でこすりつけていくといいと思います。で、パーツのリボンも合わせてみたんですが、なんか一体化して可愛いですよね。ただちょっとここ気泡が入っちゃったので、ここは失敗。で、この中指はさっきから登場してるんですが、同じインクカラーのブラウンを使って同じやり方です。リングアクセは太めのユニコーンとゴールド、ダブルにするとまた可愛い。イエ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 イ。そして小指はもう単純にクリアを楽しみたいっていう部分も含めて全部クリアで埋めてからミラーアクセを乗せてみました。これだけでもすごい可愛いですよね。夏涼しげで素敵です。色が入らなかったらモザイクって聞くと結構派手めなの想像すると思うんですが、これ単体で見ると結構シンプルめでありですよね。これはもう本当に埋めてミラーアクセするだけなのですっごく簡単です。で、最後にこの親指、なんじゃこりゃって感じなんですけれども、実はこれマグネットをやってみました。もうボコボコの状態でこのマグネットを使っていったんですが、最初もうマグネット、これ結構ネチャネチャタイプなので、あんまりこうさーっと広がる感じじゃなくって、なんかよくわからない柄になっちゃったので、マグネットはなしだなと思ったんですけども、結果はなんかコーティングして仕上がりを見てみると、このモザイクの柄がちゃんと出ているので、なかなかこういう風にマグネット磁石を当てようと思っても当てれないので、結果としては結構いい感じの柄になった気がします。そんなことないですか。モザイクチップってクリアで埋めてからデザインをしていくっていう風なやり方をすると厚みがもっと増してくると思うんですが、今回のようにトゲトゲの中にカラーを入れ込んでったり、マグネットをやったりミラーをやったりという風にやれば、トゲトゲの一番高い山のところで厚みを合わせていけるので、そんなに厚みを出さずにやっていけますよね。トゲトゲの中にデザインしていこうと思うと結構大変そうっていう風に思うかもしれないんですが、意外と簡単にやっていけるので、ぜひやってみてください。マグネットも失敗かなと思ったんですが、意外と結構気に入ってます。かわいい。夏には涼しげでいいですよね。ただやっぱこの柄を出してあげたいので、やっぱり最低でも2段ぐらいは欲しいかな。そう思うと長さが結構出ちゃうので、もう今回は長くしてもいいよっていう時にはぜひやってみてください。めっちゃ可愛くない？
今回使った道具はモザイクチップ、パーマシャインとサロンユースのノンワイプトップ、メルティのクリアジェルと IBD のハードジェル、フリジェルのビジュージェル、クローンのユニコーンのミラーは粘土ジェルのホワイト、インクカラーはビューティーネイラーとオイストです。筆はフルーリアの平筆、バイオの平筆、そしてプリジェルのポイント筆です。そして人差し指にあったオーロラミラーはノイズのメタルホワイトです。とこのオーロラのリボンはリリージェルのオーロラリボンパーツクリアです。今回はいつものパコが使えなかったのでジェロジェロでベースを塗っていったので外していきます。はい、綺麗に取れました。10分かかったよ。取れました。続いて我が家のちょっとした出来事です。この水鉄砲おてんばした娘に買ったんですが、ちび息子が取り上げてすごく遊んでいました。ここの公園釣りができるんですが、旦那が釣り上げた時のこの鯉の動き、こっち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 っていう風にやっているようで、この鯉の動きナレーションをつけたらすごく面白くないですか。私たちはなかなか見たことがなかったので本当に面白くて動画に収めました。この時ちび息子は寝ていたんで見れなかったんですけれども、こんな風に自然に触れるのって子供にとって大事ですよね。まだまだ池などは危ないですが、気をつけながらいろいろと自然を楽しんでいけたらいいなと思いました。以上、我が家のちょっとした出来事でした。